所長と会わずに出て行きたかった。お願いでちゅ、私と一緒に逃げてくだちゃい。このまま島に残ったら所長は絶対に死んでしまいまちゅ。今のレイさんには所長では絶対に勝てまちゅ。絶対に殺されまちゅ。一緒に逃げてくだちゃい。けじめとかそんなの私にはわからないでちゅ。なぜ勝てないのに、なぜ行かなければならないのでちゅか。私にはわかりまちゅ。高博さんが死んでしまうなんて、私にはそんなこと耐えられまちゅ。本当にあなたは最後まで何も分かってないのでちゅね。そうやって最後まで私を悲しませるわけでちゅね。私があなたに最後に会いたくなかった理由、私は高博さんのことがずっと好きでちゅた。初めて会った時からずっと好きでした。でももうそれも終わりでちゅ。だってもうあなたの心の中にはリニアちゃんしかいないのだから。いつからかあなたの心にはリニアちゃんがいた。いいえ、もしかしたらずっと昔からあなたの心にはリニアちゃんがいたのかも。そんな気すら今ならするでちゅ。私はただそばにいられるだけでよかった。あなたの心が私にないとしても、それでもそばにいられるだけでよかった。だってずっといられるだけで幸せだったんでちゅもの。だからそれでよかった。でもそれすらもう許されないなんて、もうあなたのそばにもいられないなんて。高博さん、死なないでくだちゃい。ここまで自分の気持ちを偽ってきて、それで高博さんを失うなんて私には耐えられまちゅ。あなたなんて大嫌いでちゅ。生きていてくだちゃい。それだけでいいんでちゅ。私が最後に望むことはそれだけでちゅ。それができなかったら私は一生あなたを恨みまちゅ。ちゃんと生きて、そしてリニアちゃんのもとに戻ってあげてくだちゃい。リニアちゃんも口には出さないけど、
私と同じ思いを所長に持っているでちゅ。所長は人の気持ちなんてわからない人だから気がつかなかったでちょうが。でもそれではもうダメでちゅよ。女性をこれ以上悲しませてはダメでちゅよ。だってもうこんな思いをするのは私だけで十分でちゅから。だから私を悲しませた分、せめてリニアちゃんだけには悲しい思いをさせないでくだちゃい。それじゃあ私は島の人間を無事届けまちゅ。それが終わったら予定通りカンパニーの本部に保護されまちゅ。神崎隆弘から逃げてきたという名目で。そしたらもう永久に会うことはないでちょ。だから所長も元気で。行っちまったな、みんな。いいのか？霧島の嬢ちゃんが言うように、お前だけでも逃げられるかもしれんぞ。そうだな。それじゃあ俺が何のためにここにいるのかわからないからな。気にするな。俺はお前と嬢ちゃんに惚れたんだからよ。だから、お前たちのためにこの命を使わせてくれ。いつも来てくださってありがとうございます。リニア嬉しいです。目が覚めて高弘さんがいてくれると、それまでどんなに寂しい夢を見ていてもその寂しさの全てがなくなりますよ。ありがとうございます。高弘さんが来てくれるからリニアは夢を見られます。遠い遠い夢、いいえ、それはもしかしたら夢でないかもしれませんね。世界はそこにあるから見ることができるのだとしたら、どこにもないはずの夢はなぜ見ることができるのでしょうか。夢があるとしたらそれはどこにあるのでしょう。なぜそこに夢は広がっているのでしょうか。夢は幾億の命が見た心の風景、リニアにはそれがわかりますよ。だから高弘さん、
ここにいてくださって嬉しいです。高博さんとこの世界であと何回出会うことができるのでしょうか。Thank you.
ジョーちゃんの容体が悪化した。ジョーちゃんを部屋からメンテナンスルームに移し替えるから手伝ってくれ。ヒロ、すぐにメンテナンスルームに運ぶぞ。いつでも使えるようにカプセルのセッティングはしている。何か手を施してやれるわけじゃない。とりあえず、ジョーちゃんを治す方法が見つからない限り、一日でも長く生きながらえさせることが重要だ。ジョーちゃんを当分仮死状態にする。それでいいか？すぐに終わる。そこで待っていろ。